はシンプルだ。司令官を殺そうとする者を殺せ。たとえそれが味方であろうともな。フルバンドのようにか。あれは事故だ。しつこいぞ。加勢、私が話す。基地司令官のマッキンゼーだ。諸君なりはこの作戦の重要性を徹底したい。今後は私の命令を優先せよ。以上だ。積み荷にしては声が大きい。早速敵の防空兵器か。のんびり飛べる場所じゃねえな。カムフラージュされたサムもあるはずだ。探し出して根絶やしにしろ。サムの排除を確認。気を抜くなよ。スペア隊、サムを発見した。破壊しろ。さっさとフォーリアを使え。ミサイルが来る。さっさとターゲットを探し出せ。サムを発見。破壊せよ。脅威の排除を確認。サムを確認。全ての脅威に対応するんだ。攻撃にミサイルを向けろ。でかい子は後で何とでもなる。こちらバンドック、サムを発見した。排除しろ。サムを破壊。新たなサムを発見。損害は警備。まだ飛行は可能だ。警備だと？それ以前にミサイル発射を許すな。
的地まであと24キロ。やっと半分というところだ。トリガーが一番だろうか。トリガー、
リガーの野郎の動きも尋常じゃねえな。そちらの所属を明らかにせよ。なるほど、番犬殿か。こちらはサイクロプス1。サイクロプス隊、なぜこんなところにいる？敵のプロトタイプ機を追っていた。落としたのが君のところの大バカ野郎だとすると納得がいく。こちらは基地司令のマッキンゼイだ。うちのバカが迷惑をかけた。私の制止命令を聞かなかったんだ。所属不明機を撃墜した彼は処分を受けるだろう。勘弁してくれ。司令官殿、状況を説明しますので我が基地までご同行願います。むしろありがたい。護衛機が頼りなかったからな。いえ、彼らは見どころがありますよ。